皆さんこんにちは、ダブルハンマーです。本日も堀口秀俊スペシャル緊急速報の時間がやってきてしまいました。速報です。本日2月20日、堀口くんから衝撃のポストが投下されました。相変わらず長いので超ざっくり説明していきます。では行く。堀口くんはアメリカのクラウドフレア社という企業のサーバー上にあるとあるウェブサイト管理者について発信者情報開示で指名、住所、電話番号、電子メールアドレスの開示を求めました。しかしクラウドフレア社は電話番号について保有していないと回答しました。それに対して堀口くんは電話番号を開示せよと間接強制を申し立てました。それを受けて東京地裁執行裁判所はクラウドフレア社に電話番号の開示を命じ、開示しない場合1日10万円の債務が発生することが決定発令されたということです。やりましたね堀口くん。これで悪質な書き込みを訴えるための情報ゲットか、そうでなくても1日10万円が支払われることになりますね。正義の心を持つ堀口くんとしてはお金よりも悪質な投稿を削除したいとは思いますが、これは他のネットユーザーへの見せしめにもなることでしょう。ちなみに堀口くんにどんな悪質な書き込みがあったんでしょうか。堀口くんの過去のノート記事で見られるようなので見に行ってみましょう。加害者の証拠隠滅や逃亡を防ぐため投稿記事目録を非公開といたします。ちょっと堀口くん、これじゃどのサイトで誰が投稿した、何がダメだったのか分かりませんよ。ともあれ堀口くんのポストによれば、開示の申し立てを受けて1ヶ月に異議の訴えを提起しないとこの決定が確定判決と同一の効力を有するとのこと。堀口くんが昨年2023年7月から訴えていたことがようやく実を結んだんですね。なんだか相手がまともに返事をしない海外の企業だったからこっちが出したことが通ったようにも見えますが、きっとそんなことはないでしょう。では相手のクラウドフレア社がどんな会社か少し見てみましょう。カタカタカタパン。クラウドフレア社、事件マンナ村。どうやら漫画の違法アップロードに絡んで2018年にも裁判が起きていたようです。その時は4年越しに判決が出たようですね。そしてクラウドフレア社はメールアドレスだけで無料サービスが利用可能であり、著作権侵害や詐欺を行う人たちに悪用されたこともあるようです。堀口くんが引用ポストしている田中弁護士によりますと、判決が出ても放置、間接強制をかけても移行したとファックスが来るだけとあります。大丈夫ですか堀口くん、これちゃんとお金取れますか。すごく面倒くさそうですけど。あと確定判決の後の異議を申し立てるには裁判が終わった後の自由に限る。そのためクラウドフレア社が裁判後に情報を消失したことを証明しない限り電話番号を持ってなくても電話番号を出す義務があるとの内容をポストしていますが、大丈夫ですか。これ自分なりに法律をいいように解釈していませんか。もともと持っていなかった電話番号を開示する義務っておかしいと思うんですけど、こういうのって裁判が終わった後に持ってないことに気がついたとか言っても異議を唱える理由になったりしませんか。まあ素人の私が心配しなくても法学部に通っていた堀口くんならきっと大丈夫でしょう。お金の回収も何年もかかるかもしれませんが、悪質な投稿に対して毅然と対応するためにも頑張ってください。今回の件は速報ということで、続報詳細などありましたらまた随時報告していこうと思います。本日は以上です。質問やご意見ございましたらお気軽にコメントください。最後までご視聴ありがとうございました。